What's up guys? My name is Dean and welcome to my video! ということで今回の動画は今日をなんとバージョン確か 17.20 アップデートが来ていろいろ変わってるのでちょっとそれを見ていきたいと思います。ということでまず一つ目の設定なんですけど、こちらのねゲーム設定の方のここ優先アイテムスロットっていう新しい設定が追加されてて、これがマジで便利なんですよ。っていうのもこれまず最初にオンオフの設定があって、で、まあ、簡単に言うと、自分の最初にこう、武器がいろいろある中で、優先的にアイテムスロットに入れたいやつを、自分で設定できるんですよね。だから、ここで設定を行くと、まず一つ目のスロットに、僕の場合、ショットガン。で、アサルト。で、三つ目に、いつも回復を置いてるかな、俺は。回復、回復。で、最後に、まあ、じゃあ、スナイパーにしようかな。スナイパーって感じの、まあ、ローダウトを僕使ってるので、まあ、こんな感じで設定します。そうすると、まあ、例えばじゃあ、アサルトから拾いますね。アサルト拾うと自動的にね、この右下見るとわかると思うんですけど、この二つ目のスロットに入れてくれるんですよ、これ。設定したから。から、パッて拾って、じゃあ次は、ショットガン。で、じゃあ回復。回復。っていう感じで、こういう風にね、設定してくれて、まあ、最後にスナイパーがあれば、最後にスナイパーが入る。って感じなんですけど、あとは、敵を設定してない武器は、空いてるスロットに多分自動的に入ります。次のスロット。例えばだから、こうなってて、じゃあ SMG 拾うと、ここに入るみたいな。こんな感じで空いてるところに入ります。設定してないやつは。で、あと、全部埋まった時は、この優先スロットがオフになるので、例えばじゃあこれで紫スカを拾おうとすると、このポンプと入れ替わって、ここに入ります。だからこれはもういつもと同じ感じ。だから何も持ってない状態とかだと、回復を持ってて次にアサルト持つ時とかは、こういう風に優先スロットが発動するんだけど、全部埋まっちゃった時、こうなった時はもうオフになります。で、あともう一個書いてあったのが確かね、ここにね、レア度の高い同じアイテムを回収すると、レア度による並び替えが発動する。例えば、アンコモンポンプショットガンはエピックポンプショットガンに取り替わられるって書いてあるから、つまり、まあ、じゃあ例えば、ここに、このショットガンを入れて、で、まあ、こう全部空いてて、普通だったらこの金ポンプ拾った時に右に入ると思うんだけど、この武器レアリティが紫から金になるから、こういう風に取り替えて、あ、そういうことなんだ。これ落とさないんだね。取り替えて、右に一個ずらすんだ。なるほどね。それちょっと難しいかもね。取り替えるのかと思ったんだけど、拾った時にこう右に来ます。っていう感じの、まあ、とりあえず、初動とかは特に強い、この優先アイテムスロットって新しい設定が追加されたので、皆さんもぜひこれ使ってみてください。それでは次のアップデート情報に行きましょう。さて、新武器をちょっと探しに行きたいんですけど、とりあえずそこ降りでいいか。宇宙人武器だから、宇宙人武器は結構あれから出るからね。こういうヘンチマンボックス。から出るイメージあるから、これはどこだ、あったあったあった、出ないね、来い来い来い、出ない、新武器、本当に追加されてる新武器もあるけど出ない、あ強いな、普通に強いな、出ない、これ出てほしいね。来い。出ない。ない。ないね。マジでないね。コーラルの、あれだよね。新しい NPC がコーラルにいると思うんですけど、その NPC が売ってんのかな？いたいたいた、NPC いたわ。この NPC ですね。すげえ、なんか UFO の道具みたいに持ちてる。やあ、カイメラさん。カイメラに挑戦する。あ、そういうことか。別に武器を売ってるわけじゃなくて、新しい NPC として、特に、なんか、なさそうだね。まあ、とりあえず、ここに新しい NPC がいますと。どうやら、この新武器はまだ出てないらしいんで、まあね、多分でも近々出ると思います、これは。使ってる映像はね、リークされてるので、ちょっとその映像を貼っときます。まあ、簡単に言うと UFO の持ち上げる機能を銃にした感じの、まあ、グラビティ銃って感じなんですけど、これで出ないですね。そう、多分まだ実装されてないのかな。もし見つけた人がいたらよかったらコメント欄で教えてください。さて、クリエイティブの方は最近の追加、これじゃないね、これでもなく、これか、この4つだ。UFO スポナー、
あ、UFO が普通に使えるよ。すげえ、クリエイティブで UFO 使えるようになったよ。と、ATK スポナー。これは、前からあったのかな、これ。で、これ、ダウン状態の仕掛け。と、ダメージボリュームって、この4つが新しく追加されたやつ。カスタムダウン状態の仕掛け。有効にする。とか。まあ、いろいろと。脅しできるようにしたり、で、ああ、なるほどね。できるようにしたり、できないようにしたりとか、するってことか。まあ、ダウン状態のいろいろカスタムできる設定。と、これは多分、自由に動かせるダメージボリュームかな。ダメージボリューム前からあったんだけど、あ、これこれこれ。ダメージボリュームプレートがこれで、それじゃなくて、これが前あったダメージボリュームプレートなんだけど、それの多分こういう風に自由に動かせるバージョンです、これが。この3つが新しくクリエイティブに追加された感じでございます。っていう感じで今回のアップデート情報はこんな感じだったんですけど、多分ね、これからもっといろいろと変わると思います。今日の夜から多分アリーナも始まるし、新しいやつ。あとは、新武器もね、近々絶対これ追加されるやつですし、それ以外にも、ま、ペンコとかも、ま、近々来るらしいので、とりあえずそれを待ちましょうっていう感じで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト!